はいどうも、まなまんです。今回はシャドーバース、新しいカードパック、ダークネスエボルブっていうのが追加されましたんで、今回はこちらの方、パック引いていきたいかなと思います。運営さんから、10パックがもらえたので、まずはこちらから引いていきたいと思います。まあ、欲しいのはドラゴンのカードなんだけど、まあ、竜予備の笛っていうのがかなり強いみたいなんで、それが当たればいいかなっていう。あとはニュートラルのオリビエかな。あと他のカードはよくわからない。あんまり出だしは良くないよ。ゴールドすら出ない。ちょっと出だし悪くない？そろそろレジェンド。金が一つ来た。ゴールド、ウィッチ、エルフかな、これ確か。ドラゴンのやつでなんか来てほしい。ここまであんまりいい引きを見せてないような気がしますけど、まあこんなもんなのかな。まあもらったパックだから、まあこっからでしょう。何回引こうか分からんけど、とりあえずレジェンド欲しいね。あまり引きが良くない。お、かぐや、これはビショップか。そろそろ出だしたけど、いやーレジェンド出ないな。ゴールドは出だしたけど、レジェンドの引きがマジない。ラスト。来てよ来てよ。うわ来ないな。これで30連かな。
あ、このカードちょっと気になってたやつ。ニュートラルだし、ロイヤル対策に使えますよね、これ。進化しても33なんで、このカードも死んじゃうっていうか、みたいですけど。いや、それにしても、レジェンド来ねえんだが。いやちょっと引きが悪そうな気がする。こんなもんかな。おお、来た来たけど、1枚来ましたね。ハエの王、ドラゴンでなんか来てほしいな。かぐや2枚目。ネクロマンサーか。ドラゴンのやつでなんかゴールド引いたっけっていう。ドラゴンの強化になってないんじゃないかこれ。10連かな、これで。お、来た。アレキサンダー。これ、ロイヤルやったっけ？ロイヤルでしたね。相手フォロワーは一旦に14回攻撃できるっていう。それまでに自分が死ぬでしょっていう感じなんだが。かぶったいやでも流れは来てるね。今回このパック流れ来てるよ。レジェンドの流れは来ている。もう来た。ヴァンパイア。そろそろドラゴン来てほしい。そもそも今回のパックドラゴンのデッキ強化になったのかどうかもわからんね。これこれドラゴンだよね。またわからないカードが増えていくってことで、いや対戦しながら勉強だねこれも。ここでスキップしたら全体が見れるんかな。ゲットした。レジェンド3枚出ましたね今回。これで50連かな。いやー欲しいけどな。竜呼びの笛。交換で手に入れるかどうかやね。
まあでもそれだけ強力なんでしょうかな。ゲットしときたいよな。レジェンドが来ない。この流れは嫌だ。いや、マジ来ないぞ。マジ来ない。やばくないか。来たけど、かぶった。どうせなら違うやつ欲しかったな。レジェンド1枚かな。ラストにしようかな。60連かな。厳しそう。まあ自分はドラゴンデッキ主体だからね、まあ、たまにビショップだけど。それを補強できるカードが来てほしかったけどな。レジェンド来ない。これドラゴンのやつない。これ結構強くね。まあ、コスト9やけど、毎ターンドラゴン出せるんでしょ。いやー、レジェンド来ねえな。これはあかんやつですよ。おお、来た。ウィッチ。お、すげえ、なんか攻撃体力2倍って。可愛いアイコンはゲットできたけど、いやー、どうだったんだろうな今回のガチャ。まあかなり、はあ、3900か。まあレジェンド1枚交換できる分はたまりましたけど、いやードラゴンデッキが強化できたかどうかっていうと微妙な気がするな。連なる方向はでも切り札になりそうだね。6で57。
このカード結構強いな。カード3枚引ける。ジークフリードってドラゴンだったんだ。完全にロイヤルだと思ってた。これは強いな。相手フォロワー1体破壊できるし、ダメージあったら。いやー、これが欲しいなー、マジで。これ絶対強いっしょ。交換するかどうかやね。まあ、ドラゴン死体やったら絶対作っとくべきだよな。まあ、今回のパック開封動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。